ワールドビジネスサテライトの方たち、先ほどの緊急通信が来て、ちょっとね、録画邪魔されてしまいましたけども、結局、法人登記簿を出しても、法人税を納めなきゃならない立場になって、22か 3% 納めなきゃならなくなるでしょう。で、A 票、B 票というものが税務署であって、野法という形式があって、いや、政府もそこまで本人じゃないからという話もあって、でまあ、それぐらいだったらっていうことで、もうそれし始めると納税額が大きすぎて、もう最低賃金で働いた方がまだマシっていうケースになってしまうんですよ、どうしても。だから価格競争も現実としてあるし、値段をそんなに動かすことはスーパーマーケットとしてもできない。まあ公正取引委員会の話もあるといえばある。まあ、極端な安売りもできなければ、極端な高売りもできない。だから、価格転嫁をうまくしなかったら、難しい部分があるのと、そもそもで言うと出店させすぎなんですよね。それによって効率性は損なわれてるっていう部分がある。そういうことをね、ワールドビジネスサテライトで教えてあげること。だから、三宮に大和証券さんが、12階建てぐらいの大きさのビル、最近神戸市の三宮の中央、まあ中央区、まあ、三宮駅近くに建て始めたんですよね。まあ、歩いて三宮駅から10分以内のところですね。10分ぐらいかな。まあもともと証券会社も、もうバブル弾けた頃からもうお互い合併し合ってどうにかしてきたんですよ。で小さなところね。で乗り切ってきてる方で、随分以前から、まあ、インターネット上で株の売買とかできるじゃないですか。でその時点で窓口にあんまり人がいらなくなった。なのに大和証券さんがビルの方を浪費にお金を使ってしまったとしか僕には見えないんですよ。だからエネルギーの残存量問題とか、しっかりと大和証券の一社員の人たちまでね、もう正社員雇用を受けてる人たちまで全員しっかりと覚えてますかっていうことなんですよ。だから僕のホームページ、淡井圭介の利益の一番の上のゼロ最重要事項、なぜゼロって記載してるかって言ったら、石油がゼロになっても、石炭がゼロになっても、ガスがゼロになっても、ウラン鉱がゼロになっても、どう考えたってみんな死ぬんですよ、ほとんどの人が。物流止まるから。食べ物だって冷蔵庫や冷凍庫で冷やしたり凍らしたりできなくなる。その時点で魚だって輸送できなくなるんです。近いところの距離しかで、取った魚をすぐに食べなきゃならなくなるんです。もうこの時点でほとんどの人が死ぬんです、間違いなく。日本だったら急に、石油、石炭、ガス、ウラン鉱、バイオエタノール、これらの輸入が止まったらどうなるかっていうと、1億人以上が餓死します。で、それを多分分かった上でだと思いますよ。まあ、これは僕の思い込みかもしれませんけども、聞いてみなきゃ分からない話かもしれませんけども、カプコンさんのバイオハザードっていうゲームで、最初の方にね、いろいろメモとかを調べているときに、まあ、かゆ馬っていう、そのゾンビ化する前の人間のメモが残されてますけども、あれ何を表してるかって言ったら、腐った食べ物を食べると、ジンマシンとかが出るんですよ。かゆいでしょ、体が。だから、仮に食料の奪い合いをしたところで、3日命が生き延びられるか、生きながらえるかどうかの話であって、もう、まあ、そういうふうなところからの世界をね、描いたものが本当はバイオハザードの世界なんじゃないかなっていうのが僕の見立てなんですよね。だから死にかけてる人たち、あのフラフラのゾンビって、で体が腐ってくる。まあ本当に体が腐ってきたら肌の色がだんだん黒く変色します。で、長時間労働でもね、そういった現象は見受けられます。実際見ましたし、僕の体もそうなりましたからね。そこは介護の仕事について、そういうふうに体が腐って完全に真っ黒く、まるで炭化してるような形に変わります、体の部分が。でそれを見たらね、自分が
生きていて、その1月300時間以上とか、まあ、中には400時間ぐらい働いてた人も同じその会社の人でね、いました。で、体がね、少し黒く変色し始めていて、それって体がちょっと腐り始めてるんですよ。だからその状態、本当に体調で言うと危険な状態で、それはだから僕が働いてた時にね、そのマスコミ関係者の人とかが来るでしょう。テレビ局のアナウンサー関係の人たちが、だからその現場とかを見て、ゾンビ企業、ゾンビ企業とか言い始めたんじゃないかなっていうのが僕の見立てであって、だそれを今度テレビ見て笑って言われてるところなんか見たら、それは堪忍袋の方が切れるか切れないかぐらい分かるでしょうっていうね。まあそういうことです。まあちょっとまあそちらとしては聞いていてしんどい話になったかもしれませんけども、まあ毎日僕と同じですよ。みんな踏ん張って乗り切っていかなきゃなんない。で、しっかりと対応しなきゃなんない。これが今の社会の現実で、それはもうエネルギーの残存量問題が刻一刻と毎日一秒一秒物事が進んでいて、一日の経過で、一日で今だったら原油160億リットルほど一日に消費されています。単位が高近年で9600万バレル1日の平均 の使用量はそこまで来てましたから、もう今の2023年だったらもうほぼほぼ間違いなく1日の平均消費量は1億バレル突破してると思いますよ。これだけ発展途上国が先進諸国化してきたら、そりゃそうなります。売買ゲームで増えていってしまいましたからね。だから車の売り方に問題があったっていう結論に行き着くんですよね。だからみんな電車バス徒歩を利用しましょう。でお風呂は高台でシャワーに留めましょう。それも冬場もできるだけ根性を入れて、腹筋を入れて背筋を30回ずつを、まあ、1分以内に絶対できないんですけども、1分以内にこなすぐらいの勢いでね行ったら、一応体温上がります。で脱衣所とかを一応ストーブで温めておきます。これはストーブ2台使った方が早いです。15分1台のストーブで温めるのに15分かかるところが5分ぐらいで2台のストーブを使えば一気に温めれます。そこまでできたらあとはシャワーで大丈夫です。工夫の仕方次第でね、エネルギーの節約はできます。お風呂なんか言うはったら、節約していても160リットルぐらいは使うでしょう。お風呂160リットルを沸かすのにどれぐらいのガスが必要か、鍋沸かしてりゃ分かるでしょう。どれだけ頭の悪い人でもこういう言い方をした方が分かりやすいかなと思って、僕もついついこういう言い方をします。ちょっと僕の顔がかっこ悪くなったでしょう。さらにまあこういうような話し方をしているとね、どうしても顔がそうなります。これが現実社会です。まあ台風の消滅の仕方についても 95.5 番に記載してます、詳細。まあもともとそういうものなんでね、佐々木さんも途中からテレビに出た方なんじゃないかなと思って、メッセージとして、報道機関に出る人間ですから、放送法でありますからね、防災に関して放送しなきゃなんないっていう部分ね。だからその辺込みでどういうふうな喋り方をしなきゃなんないか、どういうふうなことを発言するべきなのかっていうところをね、正確な情報にするにはというところで、変に台風の大型化を言えばいいんじゃないんですよ。変に警戒を呼びかけたらとか、そういうことじゃないですから、正確な情報ですよ、まずは。そして人間の神がかり的な力とコンピューターのタッグによって、まあ、時には世の方たちへの、方を叱るような形とかでね、もう言うことによって、実際台風の威力は一気に弱くなってるとか、台風1号の時とかがそうだったのかな、それは去年の終わりの方の台風の時の対応だったかな。まあ、そういうふうな形で、私は日々対応してます。そういうこと、覚えてください。だいぶ長くなりましたが、長い間、ご清聴ありがとうございました。お会いでください。以上です。